どうも、たらいげです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、モナコイン、IOST、ネムの方をやっていきます。今日はですね、週足が変わったということで更新されましたので、そこからの展開と、全体的にね、一時は上げた場面もあったんですけども、今またじわじわと下がってきているというところですので、下げ止まるポイントとかね、そういったところをしっかり押さえて次の戦略につなげていけるような相場分析をやっていきたいと思います。はいすみません。最初ビットコインからですね。はい、ビットコインは、この大きなこの三角持ち合いを形成しておりまして、ここちょっとつながってませんけど、もうちょっとこうね、伸ばされると思うんですけどね。で、この中をうようよしていると。で、ここに雲がね、下降雲があるんですけど、今日のね、この上昇に対して、やっぱこの雲の中ってことで結構落とされてきたんじゃないかなって僕思ってるんですよね。やっぱ一番ここね、縦がね、長いところで、ね、上昇波が来てしまったので、さすがにね、ある一定のところで、この辺とかね、もやもや効いている場所で、一気に売り叩かれて、で、今こう、ずるずると落ちてきている状況です。で、これがね、一旦ここ雲が少し薄くなっているっていうのがありますので、抜けるのであればやっぱこの辺を抜けていきたいところですけど、こんだけ下げてきているってことは結構引かが走ってまたずるずる下がっていく可能性はあると思います。で、今直近だと、直近下げてくるのであればこの下降トレンドが今度サポート、一旦上抜けしたんですけど、今度ここはサポートに変わってくる可能性があると思います。で、今ずるずるとボンと落ちてきた場合は391万円付近まで下げる可能性はあるっていうところですね。で、さらに、もうちょっと時間がね経って、落ちてくるのであれば、今度はこの上昇トレンドですね、このここの下限タッチですね、ずるずるとこうね、この下降雲に押されて落ち、こうやって落ちてきて、ここタッチっていうところですね。で、落ちてくるのであれば390万とか、389万円とか、385万円とか、その辺ぐらいまでの、下限タッチまでは全然あり得るっていうふうに思います。で、一番怖いのはやっぱこのね、下降トレンドがありますよね、ここにね。この下降トレンドがこの辺も続いて、で、この上昇トレンドを下抜けですよね。はい、そうなってくると横軸で見ていかなくちゃいけなくなるんですけども、直近のこの最安値、のライン、そして、直近から、もう一個前の、最安値、そして前の前のこの最安値、さらにさらにここ最近では一番のね、下げたところっていう風に、段階的に引かれていくと思うんですけども、一つ一つね、結構反発はされていくと思いますし、一番下まで行くっていうのは考えにくいかなという風に思います。ただ週足更新で、1回2回3週にわたって、こうやってね下落してきてるんですよ。ここで底打ってからね、こう上げてきてるんですけどね、長期で見たら上昇トレンドでこうやってね上げてきてるんですけど、とはいえ、上値がね、上値が結構重くて、この辺とこの辺ですよね、ここがめちゃめちゃ硬いんですね。415万円付近ですね、結構硬くて、ドーンと落ちる場面っていうのが結構見られるっていうところですね。はい、で、3週にわたってこうやってね、落ちてきておりますので、この下落トレンドっていうものを形成しております。で、ここ一旦上抜けしたんですけども、この下降雲に沿ってまた落ちてきている、そしてサポートに変わるんじゃないかっていう展開ですので、買っていきたい方は、ここの上昇トレンドタッチ、下限タッチで反発されているのであれば、徐々にね、組んでいっていいと思います。ただここを割ってしまうと一旦ストンと落ちて、382万円付近まで落ちる可能性があります。で、ここを割ってくると、376万円、さらにさらに割ってくると368万円っていう風に、落ちてきますので、それぞれのタイミングで反発っていうものをよくしっかり見た上で、
玉を入れたい方は入れていってもいいかというふうに思います。はい。でここでしっかり底固めできてるぞって判断された場合は、今度はね結構利益の幅としては大きいと思うんですけども、429万円とかこのね、この辺の値500万円、弱ぐらいですね、の値ぐらいまでの上昇っていうのは可能性としてはありえるというふうに思いますので、そこを目指していくという形です。はい。まあそんな感じですかね。まあこの直近の見方で言えば少しね反発してきてるんですよね、下ヒゲつけて。じゃこれがもう一度こう上がって、試すんですけども、試しはするんだけども、ここからね上がっていってグググッと試しはするんですけども、この最高値を更新でき、直近のこの最高値を上値付けすることができず、落ちてきたら、ダブルトップを形成して一旦下落っていうフィードだと思います。無理だったらやっぱこの 赤雲にね、また入ってきますし、最高値も更新できなかった。そしてダブルトップという形は基本下抜けなんで、このネックラインを割った瞬間にストーンと下げる可能性があると思います。はい、そこだけ注意しておけばいいと思います。ただ今入れといて、この一旦のこの反発ですね、反発のターンで利益を出したいという方は、まあ、トレードしてもいいと思うんですけども、結構瞬発的なね、瞬間的な取引になってくると思いますので、その辺に自信がある方は、買っていってください。はい、はい、じゃあ続きましてリップルです。はい、リップルもこの三角持ち合いを形成しております。そしてこの三角持ち合いを下抜けしたんですね。下抜けしてからのダブルボトムを形成からの、一旦上昇っていうところです。で上昇した後ここも赤雲がありますよね。赤い雲に沿って、じわじわと落ちてきてるし、まあ、ビットコインとか他の通貨にも相関してると思います。はい、で一旦またね少しこの下ヒゲ伸ばして買われていこうかっていうところではあるんですけども、まだね、ずるずると下がる可能性ありますし、ここにも下降雲が結構大きなのが控えておりますので、まあ、ここの展開というのは、まあ、さっきのビットコインの見方と変わらず、もう一度上昇がどっかで来ると思います。でこの最高値を超えたら結構上目線で見ていいんですけど、最高値を超えきれず落ちてきた場合はやっぱりダブルトップを形成して、ダブルトップ基本は下抜けっていうところで、まあ、考えればいいかなというふうに思います。結構やっぱりビットコインと似てるんですけども、出来高とかね、その下げ止まるタイミングというか下げ止まっている場所とかを見ると、まあ、イーサリアムの方が、まあ、リスクというか被害は少ないのかなっていうふうに見て取れますね。はい、ですので、まあ、イーサリアムに関してもビットコインとこう値動きは似てたりしますので、まあ、その辺はよく考えてトレードした方がいいというふうに思います。僕は一旦もう一段階下げて、この上昇トレンドですね、タッチぐらいまで行くんじゃないかなっていうふうに思っております。こうタッチするのであればもう少し、僕はね、入れてもいいかなってワンチャン思ってますけど、リップルの性格上上がったものはストーンと下げやすいっていうのもありますので、そこは注意が必要、注意力を持って、トレードしてみてください。はい、じゃあ続きまして、モナコインですね。あ、すいません、イーサリアムしてないですねイーサリアムですね、イーサリアムはですね、この横軸がもうビタビタに効いておりまして、ここですね、この価格帯を311万8000円ラインっていうところが、まあ、めちゃめちゃ重くなっているんですね。で短期で見ると、まあ、ここから引けるね上昇トレンドがあります。でこの上昇トレンド少し上ぐらいで反発されてきて、今ググッと買われては来てるんですけども、まあ、なんせね上昇トレンドではあるんですけども、あんまりね値動きがよろしくないというところです。で今度逆にこの上からね引ける下降トレンドっていうものもありますので、ここね一旦ここは上抜けしたんですけども、じわじわと下げてきてると。でここはねもう、時間軸的にもうラインはあんまりいらないのかなというところですので、今度はこの下から生えてくる、まあ、上昇トレンドですね、そこをここを割るか割らないかっていうところを注視しておけばいいというふうに思います。
あ、僕やったらここの加減タッチで、少し買っていくっていう風な手法で、まあ、逃げ遅れないようにね、やっていくんじゃないですかね。玉を持ってなかったらの話ですね。はい、まあまあめちゃめちゃ悪い相場ではないと思うんですけど、うん、はい、じゃあそんな感じですかね。まあ、とにかくテスラは結構強い動きをしていると思います。はい、はい、続きましてビットコインキャッシュです。ビットコインキャッシュも、三角持ち合いを形成しておりまして、もうちょっとでね、もうちょっとというところまでは来てるんですけど、ただやっぱりね、この通貨ビットコインキャッシュにしてもこの下降雲がね邪魔をしているという形です。でここの下降トレンドを上抜けしたらまた少しのね上昇が来ると思うんですけども、ここがまあ下降トレンド上限タッチまでもう一度ね挑戦できなければ、まあ、結構悲観に走るのかなっていうふうに思います。ダブルボトム形成からの、ダブルトップですね、形成からのこのレッグラインを割って、もう関わらないみたいな、そういった展開になると思いますので、ぜひねそこはよく、見といた方がいいというふうに思います。もうちょっとでね、時間軸的にはもうちょっとで今日明日ぐらいには決着がつくと思いますので、ぜひ注視しておいてください。はい、そんな感じです。はい、じゃあ続きまして、ネムです。はい、ネムですね。ネムの方はですね、一応この下降ラインは上抜けしたんですけど、今度ね短期でこの上昇トレンドが結構効いてたんですね。一回下ボったんですけど、だいたいこの辺とかね、結構サポートされてたりします。でこの今回ねこの横がめっちゃ続いてますよね。上ヒゲ下ヒゲつけて、というのもまあいろんな噂があったみたいで、今まあなんだかんだでねこの上昇トレンド割ってきてるんですね。ですのでまあ結構悲観に走ってくるんじゃないかなというふうに思います。で落ちてくるのであれば直近の、ここですね 20.1 円付近と 19.4 円付近ですね、そこまでの下落っていうのは十分あり得ると思います。ですのでまあ今は手をつけたくない場面ですよね。どちらかというとまあショートもまあ、どちらもね、ちょっと難しい、状況ではあります。ただ、まあ、出来高がね、何よりね、弱いので、手をつけたくないなっていうところです。はい。また次の上昇波が来た時に、しっかりと出来高も入って、まあ、次につながるような、ね、動きをするのであれば、まあ、買っていこうかというふうに思っております。はい。はい、じゃあ続きまして、IOST です。はい、IOST ですね。IOST は、この短期の上昇トレンドを少し割ってきたんですね、こうやって。割ってきたんですよ。ですので、まあ、今ちょっとね陽線は出てきてるんですけども、一旦ガンと落ちる可能性があると思います。落ちてくるのであれば直近の最安値であるこの 3.2 円付近っていうところまで、可能性としてはね全然ありますので、ぜひね、そこを注視しておいてください。でそのもう一個上にこのラインがあるんですよね。このラインめちゃめちゃ効いてますよね。1回2回3回4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11、12、13、14っていうふうに、ここはね、ここを割ってこられると、ちょっと正直しんどいっていうところですね。3.39 円付近ですね。ここを割ってきたら、まあ、こんだけね、レジサポされている場所ですので、それぐらいのね、まあ、許容というか、そういったのは、まあ、できるかと。いうふうに思います。ぜひね今はちょっと待っとってもらえばいいかというふうに思います。これ上がってきたとしてもここの上値が結構ねここからここまでがなんていうのあまり利益としては惜しくないんですよね。おそらくここタッチでこうまた下げてきますので、うん、なのでまあそこを加味して考えるのであればもう一段下げたここのラインっていうところですね。価格としては 3.39 円付近、で拾っていくと。落ちてきても、反発したタイミングで、拾っていく。で、ここの三角持ち合いも落ちてきて反発したタイミングで拾っていくっていうふうに、まあ、やっていけば、まあ、そんな怖い相場ではないかなというふうに思います。まあ、ただ、長期ホールドした方がいいと思いますので、まあ、あんまりね、頻繁な取引っていうのは、まあ、僕はお勧めしておりません。はい、IOST に関しても、あと NEM に関してもですね。はい、
まあ、とにかく今はね、ビットコインの相場にかなりね、似たような動きを しておりますので、まあ、まずはビットコインを見てください。そしてビットコインの値動きともしね違う動きをしている通貨が、あった場合はそこもしっかりと見といた方がいいというふうに思います。はい、ということでね、今日の相場分析はこの辺で終わりたいと思いますけども、まあ、全体的に上げて週足上げてきたんですけども、まあ、調整の範囲がねまだ今途中の段階もあるかというふうに思いますので、しっかりと、まあやってください。はい。ちょっとね、今日やばいんですよ。僕ね、今日仕事、まあ、仕事っちゃ仕事なんですけど、私、長崎に住んでるんですね。で、熊本まで行ってきたんですよ、下道で。往復ね、9時間かかったんですよ、往復。で、まあ、ちょいちょい休憩しながら来たんですけども、頭の中がね、今、ポーンってなってるんですね。チャート分析自体はちゃんとやれてると思うんですけども、たまに変なことを言う時があると思いますので、その時はね、ちょっとその時はご了承ください。指摘が、ね、あったらコメント欄にねバンバン書いてください。はい、であと価格のねこの読み間違い、例えば3万8000円っていうのを、あ、じゃあこれもうすでに間違ったよ。3.7 円っていうのを3万7000円って言ってしまったりとか、その桁の間違いもあると思いますので、まあ、そこはね、皆さんが、いや明らかに違うだろうというふうに、お察しできると思いますので、その時も、コメント欄に教えてくれたら、まあ、次からね、間違えないように努力しますのでよろしくお願いします。はい、ということで、今日の動画が良かったと思う人はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンとチャンネル登録は僕の、励みになりますし、次からねまたよりいい情報を提供したいと、相場分析だけではなくて、いろんなね、お金に関する情報ですね、そういったものをやっていきたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いします。そして僕が使っている取引所は、ビットバンクとコインチェックです。ビットバンクの方は手数料が安い、差し値取引ができるアプリで使いやすい、もうここは絶対登録した方がいいというふうに僕は思っております。日本人ならここの取引所が一番いいと僕は思っておりますので、まあ、ぜひね、登録してない方は概要欄に載せておくのでしてみてください。でもう一つコインチェックって言って、もう一つその取引所もあるんですけども、ここはですね少し手数料が高いんですね。高いんですけども、僕がなぜここを登録しているかというと、日本で最も取り扱っている通貨が多いんですね。ですので、まあ、海外の取引所はちょっとね心配だという人は、日本の取引所でもし買うのであれば、このコインチェックが一番取引できる通貨が多いので、バランスがねいいと思います。この安くで取引したいビットバンクと、他のところでは取引できない、通貨と取引できるコインチェックっていう風に使い分けてみてください。概要欄に載せておきます。ということで今日の動画を、途中ねちょっとぼーっとしてね変なこと言ってたかもしれませんけど、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。おつ、明日からまたね、頭すっきりしてやっていきたいと思います。はい、ではおつ